人って何のために生きてるんですかえー、そんな理由があると思ってることが間違いです。生きる理由ありません。死、あの、えー、と、人自身が生きたいと思う理由は死ぬのが痛くて苦しそうだから嫌だからです。で、じゃあなぜ人類という生き物が生存してるのかっていうと、僕の今のところの仮説は地球の熱の保存のためだと思ってます。 には、その、あの、太陽からずっとエネルギーが与えられ続けていて、で、そこで植物っていうのに光合成をして、タンパク質だったり、その、あの、二酸化炭素だったりっていうのを、あの、ある程度その固定化させて土の中にいるっていうので、その与えられたエネルギーというのをずっとそこに保存し続けてるんですけど、植物の場合だと日が当たった部分にしかそれがたまらないんですけど、動物という生き物がいるおかげで、それが割とその、 例えば、マンモスという生き物が、そのあの、氷しかないような山の中に行ったりっていう形で、生存範囲を広げていくんですよね。で、その生存範囲を広げていくというのを、そのマンモスみたいな毛が生えてめちゃめちゃ強い生き物っていうパターンの他に、その頭がいいという形で、人間という生き物は南極にも進出したりとか、北極にも進出したりとか、石油を振り返して、それで寒い時期でもそれが生活できるようにしたりっていう形で、その変在しているエネルギーというのを、 地球全体に広めるという役割を果たしているという意味で、その地球上がひたすらその太陽から与えられたエネルギーを地球全体に偏在させるということによって地球の人類という生き物というのはいると思ってるんですけど、ここの生き物、その人類の人の命というのにそこまで意味があるかというと、うん、エネルギー分散ぐらいじゃねえって話なので、なのであの人がなぜ死にいたくないかというと死ぬのが怖いから痛いからぐらいなんじゃないかなと思ってます。